こちらは青が雨宮太陽選手、そして赤画面の右側がカネストリー選手です。さあカネストリー選手は、これダーズミの形を組んでいっています。割と好んで組んでいる形ですね彼は。はいはいはい、はい、さあ対する雨宮選手は GTR からまず単発、お互いに単発で牽制し合っていますね。これでちょっとそうですね、1連鎖を打つことで、はい、まあ、相手に警戒されずに相手の場をちょっと崩すことができて、なるほど、割と大連鎖が結構打ちにくくなるんですよね。そういう目的で、おっとこれ雨宮選手ちょっと嫌なものを打ってしまった感じがしますが、まだ大丈夫か。単発、さあ丁寧に2連鎖で対応するカミスリ選手。さあまだ状況的には分からないです。うまくなんとかリカバリーしている雨宮選手ですが、お邪魔ぷよが打っているのはカメストリー選手の方。さあちょっとツモが噛み合わなそうな感じがします、カメストリー選手。さあどうから発火できるかどうか。おっと、ここは細かくいった雨宮太陽選手が勝ちました。1本目取った。ちょっと操作ミスをしてしまいましたね。次の手で本戦でも動かす予定だったと思うんですけども、そうですね、まあ、ちょっとツモがしばらく、はい、ちょっと悪かったのもありましたが、第1試合1本取りました宮太陽選手です。はい、さあまた1連射で牽制。さあお互いにまだ様子見の感じで動いてますね。先に動くのはどちらか。さあ少し、さあ先に動いていたのか。3連射、4連射、雨宮選手が打っていく。さあ結果、さあこれは選手は最速を本戦につなげていきましたが、さあこれは雨宮選手の火力がでかいぞ。カメストリー選手これを返し切れるか。カメストリー選手しっかりと返していきました。第1試合は1本ずつを取る展開になりました。さあまたこれはダンス見の形からカメストリー選手は、これは速攻の形を持っています。ふるふる攻撃を見せていきましたカメストリー選手。直撃してしまったのでちょっと掘るのに時間がかかってしまいそうな形になっているが、さあなんとか、おっ、ツモが噛み合った。これは打てましたね。ちょっとツモが噛み合って、これは雨宮さん、ツモが大変返していく。これはさすがのカメストリー選手も厳しい。苦しいですね。ここで大きく振ってきました。第1試合取ったのは雨宮太陽選手です。今カメストリー選手が先行でこう一気に攻めっ気出して振らしたんですがね、結構しかも両振って勝ったと思ったんですがね、ちょっとツモに救われた感じもありましたけど、なんとかね取ることができて、下の本線までリカバリーされて繋がっちゃうとひっくり返されちゃうんですよね。第1試合を取ったのは雨宮太陽選手です。この第2試合はどうか。さあお互いに GTR ですが、カメストリー選手は結構特殊な形をする不定形の形を組んでいますね。かなりややこしい形を組んでいます。さあ先に仕掛けたのは雨宮選手。さあそれを耐える形になったカメストリー選手ですが、さあこれは耐える形、さあ耐えて打つ、ここからしっかりと返せるか。これ本戦ですか。本戦ですね。本戦を打っていきますカメストリー選手。続いていく空を見上げた。見事、いや見事ですね。第2試合1本目取りましたカメストリー選手。これが2本目。さあお互いに、また中盤に差し掛かろうとしているところです。はい、不定形の形をちょっとねカメストリー選手組んでいって、ちょっとややこしい形を、はい、このから好んで組むので結構対戦しづらいんですよねこれ。はい、さあこれをうまく対応していく3連鎖、ちょっと足りないですけど、まあなんとかなるでしょう。はい、さあそこで追い打ちをさっさと仕掛けていく。さあこれはちょっと間に合わないか。間に合わないか。このまま攻め切ることに成功しました。雨宮太陽選手が1本取り返しました。雨宮選手も柔軟ですね。はい、これが3本目になります。これが、リーチですね。そうですね、雨宮太陽選手はマッチポイントということになります。さあカミストリー選手はまだちょっとまた形が左からの形だったんですけど、右からの逆の形に変えていきました。ややこしい形というさっき表現がありましたが、さあちょっと形が苦しそうな感じがするカミストリー選手ですが、どうだ大丈夫か。さあ雨宮選手2連戦対応するがちょっと食らってしまっている。おっと踏んできた雨宮太陽選手。取り返しましたカミストリー選手。
今だいぶ最後の岡メストリ選手も厳しそうな感じですが、ちょっと、ね、苦しそうでしたが、はい、アビニア選手もツボが良かったんですけど、はい、ちょっと間に合わなかったですね。攻め切りましたね。これで第3セットまでもつれ込みました。さあこれでちょっと分からなくなってきました。もつれますね。さあ岡メストリ選手の得意なところであるこのね、折り返しの部分でややこしい形をして、はい、止まってるのか止まってないのかっていうね、一瞬の判断しづらいそうですよね。しづらい。仕掛けてプヨが落ちてきました。カメストリー選手、さあ仕掛けていったアメ選手、それをちゃんと握ってカメストリー選手動いた。細かく打っていきます。アメニア太陽選手、さあこれはかなり思ったより火力があるし、思ったよりか火力がありそうですね。ここは9連鎖を仕掛けていきました。9連鎖ですが結構火力がある。これは試せるか。これちょっといやちょっと飛んでますね。アメニア太陽選手の可能性つながるか。9連鎖さあギリギリ返しました。おこれに対してギリギリ返った。これはもう安全に対応していって、あーやっとこれは返せます。返しました。さあ少しずつ相手にお邪魔を送っていって、自分だけプレッシャーをかけていく。ルールを取っていって、これはカメストリー選手の形ですか。そうですね、これはちょっと苦しいと思いますね。さあ追い打ちはまだ終わっていない。さあしかし前を押し掛けていく。かなり辛いですね追い打ち。うん、まだ来る。さあとどめを差し切れるか。お邪魔ぷよがどんどんと振っていく。ミミヤさんとのあなたが耐えている。あなた耐えてる。耐えますね。耐えますね。このリカバリー力が本当にすごい。まだ耐える。まだ耐える。しかしこれカメストリ選手完全に倒しに行くために止めてます。さあここで大きな火力で攻撃を仕掛けていきました。なんと第3試合1本目、今度はカメストリー選手リーチをかけたのは今度はカメストリー選手です。かけ返しましたね、リーチを、はい、さあこれで分からなくなりました。さあカメストリーお互いに GTR の形。さあカメストリー選手はまたややこしい GTR なんですけど、ややこしい形を持っていって、さあお互いに中盤戦ですね。2連鎖で対応。細かく仕掛けていきますカメストリー選手。それに雨宮太陽選手もしっかり返していく。さあうまく雨宮選手も前を取りながら、さあ相手を見ながらどうしようか悩んでいます。まだ動かない。お互いにまだ動かないですね。動かそうとしてこれはイニネーサだ。さあここで勝負あり。ちょっと最後雨宮選手苦しそうな、まあ、うまい2連鎖でしたね。